皆さんこんにちは。AVJ の清水です。よろしくお願いします。レペゼンさんとは初絡みです。初ですね。 SNS でよく使わせてもらってましたので、すごい嬉しいです。あとお酒カーニバルでいろいろとワイワイ飲んで、いろいろと言えないようなことありましたね。本当に聞きたいです。最近離婚されましたけど。昨日ですね、しましたけども、まあ、僕は離婚ってことは使わないよとは発表しましたけどね。仲はいいので。うちの息子は本当に DJ 社長さんみたいになってほしいねって言ってたんですよ。そしたらこの話をいただいたら本当に嬉しくて。あと頑張った。やばい男来ましたよ。やばいですね。しかも七重ママの会に来るんですね。未成年の皆さん、ここまでです。はい、はい、以上先は見ちゃダメです。見ちゃダメです。見せられません。寝てください。はい、18禁のコーナーやります。それでは4人目の志願者の方どうぞ。シミケンさんです。レジェンド・オブ・レジェンド。こんにちは。一発目から一回のシミケンです。よろしくお願いいたします。すげー、から絞れたやつ。よろしくがいつもやらしくですからね。はい、やらしくかエロしくっていうのが。え、あ、そう。長いですか、名刺とか。コラボも何とかさせていただいて。そうですね。コラボ7人は全員シミケンさんの大ファンですよ。恐縮です、本当に。いやでも僕たちも知っていただいてますか。え、知っていただいてますか。もちろんですよ。めちゃめちゃ嬉しい、普通より。で、まあ、昨日ちょっと、はい、あの離婚報道させて、それちょっと流れてて、今日触れようかどうか悩んでたんですけど、もう全然全然あおり文で触れてたからもういいんだと思って。そうそう、はい、うちのかみさんがめちゃくちゃファンで、はい、で息子の TikTok を上げるときはやっぱレペゼンさんの曲とか当てて、おー、上げさせてる。おいくつ。もう3歳です。3歳です。じゃあダメや。3歳に聴かせれる曲はないな。ご指導しかない。うちの息子3歳ですけど、パパのお仕事はって聞くと、あ、確かに、おちんちんの YouTuber って言います。なんとなく分かってるっぽいです。おちんちんの YouTuber。 はい、まあ、だから大事な部分はこいつ人に見せちゃいけないんだよっていう性教育をしなきゃいけない立場なんだけど、いつも脱いでるのが悩みなんですよね。あ、家でも。家でも、子供の前でも、家でも、そうそうそう、家でも、やばい。脱ぎはしないんですけど、パパが出てるのはいつも脱いでるじゃないか。あ、見てるんです。YouTube とかで僕すぐ脱いじゃうんですよ。ああ。で、そうすると2回バンクだって。あ、なんかインスタもバンされたって。インスタも、いや、あれは焼肉の動画を上げたらバンされてました。え、なんでなんで。なんか肉がビラビラに見えたんですけど、AI だ、AI が勘違いしたっていう。アリブラックリスト、危険人物で、もう AI がもうそう判定してるんですね。こいつがあげるなんか赤いやつはビラビラかもしれん。そう。やばいな。でもお金持ってそう。確かにめちゃくちゃ持ってるでしょ。いやいや。だって、儲かっ、儲かり散らかしね。あ、違う違う違う。やばい、また社長が、ペア練習しとんの。そういうのでいいよな、見よう。ああ、何言う。いやいやいや、そんなもう。え、ちょっとすいません、今も現役ってことですよ。現役です。今日も一歩ハメ撮りしてここに来ました。ハメ撮り。ちなみに、僕ら、これ言っていいんですかね、裏で。裏で見せて、それやめ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 、しゃぶってのもダメですか。やめとけお前。ところでめっちゃすごかったっす。言えないけど。いや僕会ったことないです。さっき裏で喋ってて、いろいろ聞かせてもらったんですよね。それはダメやろ。なんで裏で通るか分かれ。しかもでも神さんが僕の改造チンポのこと知ってくれてたんですよね。そうそう、嬉しかったです。本当にしてよかったです。ありがとうございます。銀座さんは改造チンポだよって。じゃあ見せてくださいって。見せたんですよ。だから僕本当に日本一の男に改造チンポ見てもらったそうです。確かに日本一。綺麗でした。感想がちょっと違う。綺麗でした。綺麗に、あのチンポ見て綺麗って感想が出るんだよ。心広勃起したらやばいっすよ。
なんか一気にかっこよくなるんですよ。ビビビビビビみたいな。そうそうなっちゃう。今度見せます。 4P とかぜひ。僕襟巻きトカゲってよりもなんかちょっとなんかいい怒ってなるぐらいなんですけど、でもかっこよくなるんですよ、むき出してて。あとで今日も日本一の男と女に見せた。いいんですか。もうそれは面白い。よろしいですか。すみません、こんな下品な会話で。今日はもうそういう会やけ。確かに確かに。もう仕方がない。まあ、酒も入っとうしね。確かに。はいはい。でもいや出ていただけるんですよ。確かに。いやいや、嬉しかったですよ、話来て。話が来てね。いや、僕たちも会えて嬉しいです。これ生配信。はい、はい、そうです。生配信ですね。はい、ちょっと僕生に対応してないんですけども。結構編集ありきで動いちゃう。確かに確かに。急に僕こうやってグッと。マジになる、マジになる、マジになる、マジになる。ズボン開けただけですよ。怖いな、怖いな。危ないな。開けるときあるじゃん。危ないな、危ないな。避けるしかないかと思った。ねえ。着てる方が珍しい。来ていただいてるから。でもそれでもお金もめちゃめちゃ持ってるんですよ、うん、だって今も現役で、うん、はい、はい、やってますし、はい、まあ、SNS もやらせてもらってるんですけども、うん、今回は皆さんにぜひお力添えを願いたいなと、うん、ああはいはい、あ、じゃあもうプランとか、はい、じゃ早速本題入っちゃっても大丈夫ですか。もうぜひ、うん、僕の夢を、はい、叶えていただきたいと。夢を、夢です。じゃあもう 夢全部叶えてそう。確かに、本当に男の夢、男の夢も全部叶えられて。子供の時思ったよね、 AV 男優になりたいって。いや、それは思わなかったけど、本当に俺やったら毎日セックス。ああ、それは思ったわ。スタートラインにも立ってないですよ。 AV 女優と毎日セックスできるって思った。確かに AV 女優と毎日セックスできるのは夢だわ。夢やろ、俺本当に思ったわ。やりてー。確かに恵比寿マスカッツの1期生2期生をフルコンプリートしてますから。フルコンプリート。お仕事でね、まあお仕事でやっちゃった。いや、それやるのが仕事ですから、まあ、確かに。そうそうです、ボランティアじゃないですよ。ボランティアおかしいな。作品で、作品で、そうですね。あ、施術じゃないですからね。はい、じゃあまず目標金額。確かに。はい、目標金額は6万9000円です。おー、しかも6万9000円今日あげるな。6万9000円。じゃあどう割る、どう割る。そんなはした金が必要なんですか。ありがとうございます。早い、早い、早い。もう買える仕事できて嬉しいです。早いって。じゃあビジネスプラン、はい、確かに、はい、ビジネスプランは現代アートの地球で一番女性を幸せにした手という、僕の手を形をした金のオブジェを作りたい。純金で。純金です。6万9000円で作れない。本当は作れるのかな。最初この話をいただいた時に、ね、はいはいはい、純金で作ったらいくらになるんだって資産出したんですね、うん、で資産出したら6260万出たんですよ。6260万。まあ、どのくらいの大きさのものを作ろうと。そうです。あ、ここでちょっと、現代アートです、はい、よく東南アジアとかでは弾痕とかが祀られてて、はいはい、その子宝の奉納、うん、ありますね、神社とかにもありますね。ありますよね、愛知県とかにありますよね、弾痕、はいはい、弾痕祭りがあって。でもちょっとそれだと現代アートとはまた違ってくる。確かに下品すぎる。露骨、うん、露骨アートではないですもんね。アートではない、はい、で僕が考えたのはこの手です。はい、この手をこう純金にして。いいいいいい、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいいやん。これ、いや、これ買ってクラブ7位に飾りたいです。6260万。ちょっと高い。ちょっと高いですよね。ちょっとちょっとじゃない。めちゃくちゃ高い。めちゃくちゃ高い。これは金を詰めると6000万なんですけど。なるほど。やっぱり金にはいろいろと作り方があって。そうですね、はいはいはい、ちょっと僕画像を持ってきたので皆さんにお見せします。いいっすね、表一しっかりしてる。マジっすか。これなんかもあの、これ見えますかね。これ2つとも同じ金の像に見えますよね。はいはいはい、これ2つとも同じ金の像に、はい、見えますけど、これ作り方が全然違くてですね、はい、
すごい、はい、ちゃんと空洞、ね、そうです。向かって右側は結構金を敷き詰めてるんですけど、左側は、この型を作って、はい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 、そこになんか電気を流して金を貼り付ける。なるほど、なるほど、まあ、側だけ作る。側だけですね。ですね、と言っても、はいはいはい、何グラム作ってるんだっけ、これ何グラム。これ真剣にやってるシミケンさん面白いですね。これあと、あの、はい、マネージャーが逃走中の方です。そう、僕もそれ言おうと思った。逃走中で、あの、追いかけてるハンターですよ、ね、この方、あの、金絡みの人です。え、ガチの、ガチでガチの人なんですよ。金絡みの人、いや、でも多分あの人多分ミュージの仕方が多分独特やけど顔出せんのやと思う。裏の金の人や、はい、いや、表なんです。意外と怒られちゃうんですよね。まあ、これ中身を詰めないで、はい、しないのか、500グラムぐらいの金で、500グラム結構重たいですね。で、結構重たいですよ、はいはい、500グラムの金で作ると1394万円で、そんなかかるんや。結構高いよ、まだまだ40万、はい、高いよね。まだまだ高いですよね、はいはいはい、なので、はい、もうちょっとこれは僕のチャンネルで、はい、もう作るで注文が入ったら受注発注するっていう形して、でも現物がないとなんとなく机上の空論っぽいので、はい、まず僕の手を 3D プリンターで、はいはいはい、をプリントします。でその後発泡スチロールで型で作って金のラッカーをして、それっぽいものを作って僕の YouTube チャンネルで、すいません、あの、世界で一つの現代アート、地球上で一番女性を幸せにした手、どなたか買ってくれないですかねみたいな、どうですかっていうことで売り出すきっかけの、この模型を作るお金を69,000円。はい、なるほど。模型を作る、模型 3D プリンターで6万円ぐらい買うんですね。で、発泡スチロールで2,000円。なんかすごいですよね、うんうん、それ1000何百万とかで来るんじゃなくて、はいはいはい、模型はってところがすごいですよね、うん、はいはい、その手やめろって書いてある。その手やめろ。高さんだったらこのコメント欄が、ちなみにうちの息子2歳だった時、はい、あの、今何歳なのって言ったら2歳っつって。いやいやいや、2の表し方の影響する。で、3歳っつって、今何歳っつって、3っていう、こういうやらせようとしても、うちの神さんは止めるって言ったの。まあ、エリートっすね。エリートじゃん、エリートじゃん。めちゃめちゃエリートっすね。ですね。なるほど。なるほど、なるほど。じゃあ、それ模型作るお金がその金額で、69,000円。で、その後、じゃあ本物で金で作るんですか、1000万で。が、僕のチャンネルでこういうものを作りたいです、どなたかいませんかっていうのを募集して、うん、はい、受注が来たら作る、発注するっていう。なるほど。まあ、確かに最悪金で作っとけば溶かせば別その金、そうなんですよ、はい、うん、別金の価値は変わらないから、延べ棒の形にしとくか、シミケンさんの手の形が保存するか金の価値は上がる一方です、まあ、確かに確かに確かに、はい、まあ、銀行は貸し金庫には入らないかもしれないですけど、はい、その形的にね、確かに確かに形的には、はい、おもろ、うん、しかも最悪それで、あ、それ以上のことは言わないで。しかもそれ以上はやめよ。しまった。延べも出し入れしてもね、痛いけどね。うん、それだったらね。なるほど、なるほど、なるほど。なるほど。はいはいはい。いいですね。じゃあ、あとリターンとかですかね。確かにリターンとか。そこがやっぱ。リターン。はい。まあ6万だから最悪もうボランティア。ボランティア。リターンは。AV 女優紹介します。それは。そのリターンはでかすぎると。ありがとうございます。シミケンにしかなせん。そうそう、シミケンさんにしかできん。この人お願いします。相手できる。確かに確かに。7万はやっぱお金はもう困ってないんで。確かに。こう6万円が12万円になって帰ってこようと、はい、そんなもん誤差ですよ。はいはい、やっぱ。え、申し訳ないのが、男優と女優っていうのは、プライベートでは連絡取っちゃいけないっていうルールになってるので。そういうのあるんですね。なるほど、なるほど。そうなんですよ。同じ業界の人はダメ。でも別に違う業界の人がこう付き合うのはいいと思うんですけどね。なるほど、なるほど。それはちょっとリターンとしては難しいんですけども、出資していただけたら僕の右手が、古文になります。え、そういうこと、ということはお呼びいただけたら、はい、この右手だけはお貸しします。それはやばいっすね。本物がすか、本物お借りできるんですか、はい、だけどこの右手は
エロのことにしか役に立たないので、そうそうそう、お忙しいからね、ちょっと猫の手も借りたい、じゃあシミケの手借りるかってパソコン打ってくるできないですから僕は。なるほど、こうやってタイピングはできないです、うん、もうこうできない、そうですね、もできないので、けどエロには使えるんですよね、グッと、はい、私も嬉しいけどね、確かに、本当だ、ママですね、そういうこと。しかも昨日離婚されたって聞いたんだね、そう、確かに、超いいじゃない、超いいっすね、確かにママへの一番リターンが高い、ね、リターンは大きいかも。さあ、リーダーさんは最近あの肛門開発してるんで、はい、ぜひ肛門の方もお願いいたします。前立腺いけちゃうんですか？あ、前立腺行きます。ったさすがです。はい。手だけです。前立腺も行きます。いや、めちゃくちゃいいやろ。前立腺行きます。おもろ。いやマジでちょっとね俺ねめっちゃあのいいや僕らだけの秘密ですちなみに、はい、もう一個のこのリターンの話なんですけど、さっきね6万9000円までそんなリターン6万9000円はもう僕の右手が古文、はいはい、でもう一個のリターンはさっきのね1394万のやつ、はい、これ一番最初に作るときは1394万円必要なんですけども、はい、そこには型を作るっていう作業工賃結構入ってるんです、はいはいはい、2個目から売れた場合その作業工賃がかからないので同じ値段で売っても型が、型代がかからないってことですね、うん、それをそういうことかこう返しできるっていうのは、あ、型代分浮くから浮くからその分はもう返しするっていう、え、型分代もらえるんですか？はい、だから2個売れたら、まあ、一番最初のはその型代を必要とするので渡せないんですけど、2個目から売れた分だけその型代、ちなみにその型代は、あ、いいですか、あ、裏の金の人、どこから国のマフィアの方ですか、はい、いや絶対そうです、これは間違いないです、4キルはしてるもうこう伝言ゲームのように伝えてもらえば、へえ、でも、殺し屋でした。片代がめちゃめちゃ高いっすね。変な話。ジュリーがコツコツ高いですよね。はい、あの今耳元で、あの金出さなかったらお前のお母さん殺す。言ってきました。言ってね、おかしい。ご平がある。はい。普通の方、普通の方です。同じ内容でした。同じ内容、びっくりした。普通の方です。普通の方です。後で届く。お前の家に届く。趣味猫を撫でることですから。優しい方ですか。一緒です。古文やったあの手は。じゃあもう決めますか。すか逆に最後あの判断する前になんか一言あれば。チンポです。チンポやった。6万9000円が希望金額。あ、そうですよね。はい。それで動画作ります。なるほど。こんなリターンでかい話あるんや、逆にじゃあ書きましたか皆さん、はい、じゃあマッキーさんからいきます、僕からいきますか、はい、じゃあ僕が決めた金額は1万5000円です、はい、まあ4人で割ったらこんぐらいで到達するのかなっていう、なるほどなるほどなるほど、じゃあもう4分の1分はもう稼ぐ、ね、よという、はい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 、指1本分ぐらいそうですね、指1本分ぐらいの肩分ぐらい、ありがとうございます、ありがとうございます、じゃあ銀太さん、じゃあ6万9000円です、あおお、ありがとうございます、よし、これでシミケンさんがオレンジに来るとで俺が前立腺攻めてもらえるバカ自分のオナニー用で自分のオナニー用でお前それやすいよ未成年見ちゃダメです、未成年は見ちゃダメです、でも前立腺を開発するとすっごいいいことあるんですよ、え、教えてほしいです、僕たち諦めたんですよ、一回しようと思ってお店に2回ぐらい行ったんですけど、はい、なんか分かんないと思ってやめたっす、行くの20回行くと分かりますよ、20回目で行けるんですか、20回、はい、20回ぐらいは行かないと、あと18回いるわ、続けたことしか身にならないんで、あ、2回目、ね、まあ、確かに確かに確かに、はいはい、何がどうメリットなんですか、これは、まあ、男っていつかは立たなくなるときが来ます、
ますよね。はいはい。だからもし前立腺が開発されてなかったらそれでもうセックスは楽しめなくなる。なるほど。なるほど。開発されるとメスとして楽しめるんですよ。メスとして、なるほど。もう陣地高めになったとしても、そうなんです。確かに、なるほどな。確かに、だから一生楽しみ続けられるんで、はいはいはい、前立腺は後ろで行こうよみたいな感じなんですか。そうですね。確かに、はい、似たようなこと考えたことある。あのベロンベロンの時おちんちん叩いてたたないけど、女性はベロンベロンでも確かに穴はあるから。確かに、あのたのベロどこまで酔っ払って、僕たちはもうこの後エッチしたいと思ってたら、うんうん、途中からセーブしないといけないんですよ、お酒を、ね、ね、もっと飲みたいけどエッチもしたいで、うんうん、お酒とこう照らし合わせるじゃないですか。天秤にかけるだったらもうお酒飲めちゃうなって思った時が一回あったんですよ、うんうんうん、同じことですよね。要はお酒飲まなくなっても楽しめちゃう、楽しめる。だから開発するべきだな。なるほど。確かにそれ言われたら本当に開発すべきですね。そうだ、そうだ。いや、記憶がなくなってからのエッチは結構いいですよ。まあまあ、そうだ、結構お酒入ってます、まあ、今日生ライブだった、はい、生ライブ飲みました、飲みました、はいはい、逆に、はいはい、おはようございます。おもろ。逆にもうシミケンさんはもちろん、じゃあもう開発はされていらっしゃるんですか。僕もまだ道半ばですね。そうなんですか、はい、15回目とかだ。もうそうだね。なるほど、もうそうだ。じゃあ、僕じゃあいいですか、このまま、はい、あの僕の金額はこちらです。はい、はい、わ、ありがとうございます。69,000円。おお、はい、社長も絶対呼ぶやろ。自分呼ばない。いや、しかもおもろい。まず俺ん家に来て、その後社長の家に来て。月金ね。いや、僕月金水木で今月金水木じゃん、絶対、うん、はい、じゃあ七重ママの、はい、金額いいですか、はい、じゃあ私もいいですか。はい、はい、もちろん69,000円。わあ、ありがとうございます。じゃあでもすごい、おもろ、うん、おもろいっす、それは確かに、うん、はい、もう最悪売れなくても、だってえいくらし、1000万1394万円です。さすがにそれが売れるとはちょっと僕分かんないです。それが売れるかどうかは分かんないです。でもワンチャンなんかね、はい、宝モニュメントみたいな、草間さんみたいにね、このかぼちゃのモニュメントがありますし、はいはいはい、そんな感じでできればいいな、海外で。けどこんなんがでも逆に買う人いるだろうな。10万円とかでのが100個売れる可能性ってあるじゃないですか、うん、はいはい、そうなると1000万じゃないですか、うん、なるほど、そうですね。ミニチュア分版、いやいや、だから七重ママとかも店に飾りたい、要はおちんこだったら飾れないじゃないですか、ちみけんさんの。そうけど、はい、フィンガーだったらいけるし、手は飾れるじゃないですか、うん、正直、はいはいはい、もうちょっと斜めの方が良かったけどね。あ、斜めですね。でも、歌舞伎の店舗、歌舞伎のバーとかだったり、いろんなパターン、いろんなパターンみたいな。すごいじゃないよ、すごいじゃないよ、角度あるんだ、いろいろありますので、お好みに合わせて。一番右がいいな。一番右が、ね、一番右行きますか。やっぱ47都道府県いろんな店舗があって、やっぱその夜の店で置きたいっていう人で10万ぐらいなら出したいっていう人とか、いくらもありそうな気はしましたけど、そう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 、そういう意味で100個ぐらい売れそうな気はしましたけど、なるほど。じゃあちょっとマテリアルを変えてね、ちょっと作ってみようか。まあまあ、そこはもう分かんないですよ、お任せします、ね、はい、模型代はもうこの今日達成したんで、ありがとうございます、はい、おめでとうございます、おめでとうございます。一番右のやつが絶対いいっすね、あの方が一番いいな、ね、またマフィアの方と一緒に、じゃあ、はい、金探してきてください、はい、鑑定士だ。マフィアの方怪しいな、あれは海外から密輸しに来たお前、金をなんかね、してる感じですよね、うん、はい、確かに扱ってる方ですから、人殺しとる場合あれ一人二人はやってた、じゃあありがとうございます、とんでもない、ありがとうございました、達成です、シメケンさん、ありがとうございます。明日も絡みます。おもろ、あのさっき銀座で見せてた裏のやつもちょっと後で僕にも見せてほしいです、送ります、あー、おもろ、送るって送りますよ、ありがとうございます。